気の悩みを YouTube で解決、ここからスマート。はい、佐藤です。佐藤です。わかりません。わかりません。はい、まあこういう受験生いっぱいいますよね。わからないんだ、頭抱えてる、なぜ人はわからない時にこう頭を抱えるのかっていう心理学的なこの話とかもあるんですけど、はい、まあこれは置いといて、今日はね、こういう風に日本の教育の闇っていう部分にね深く切り込んでいけたらなと思うんですけど、ほんま真面目な話だ。題してですね、題してわからないっていいことなの悪いことなのっていうのが今日のテーマですね。いいことか悪いことか。これね、日本の教育っていうと恐れたことに聞こえるかもしれないですけど、特に日本人って失敗したら怒られるっていう教育されてきたじゃないですか、今まで。まあ僕もね、小学校の時野球やっててよくありましたよ。もうエラーしたら怒られるとか、三振したら怒られるとか、こんな縮こまって縮こまって消極的なプレーしかできずにまたミスしてしまう、こういうことって多分皆さん経験あると思う。あります。で、これが日本人は幼少期から根付いてしまってる行為ですよね。だから受験勉強するってなった時も間違えたらあかんとか、分からないって言ったらあかんって結構多くないですか。多いっす。これをなんとかしたい。これが柴田みたいになってる、分からないと悩んでる生徒さんを救いたい。はい、救いたいです。これどういうことかっていうと、受験勉強ってそもそも自分の今の学力よりも上の大学に行くために勉強してるわけじゃないですか。そうっす。じゃあこれから勉強する内容ってどんな内容かって言ったら、現状では分からないことを分かるようにするじゃないですか、それやのに分からないことを恐れて問題解かなかったり、手を動かすことをやめたり思考停止することってめっちゃ多いんですよ、当たり前ですよと。ね、分からないのを分かるようにするのが受験勉強じゃないですか、それなのに分からないからって言って手止めてたら現状維持、現状維持は後退だって言われてるでしょ、ね、だから受験勉強はもう分からない前提なんですよ。分からないことを分かるようにするために先生がいたりとかね、分かりやすい参考書とか問題集があるわけじゃないですか、分からない前提でしっかり挑んでほしいんですよ、分からない前提で挑んで、確かに分からない時あると思います、ただ分からない時にじゃあ自分はどこが分かってないのかっていうのをしっかりと見極めてください、これ具体例出すと、例えば英語の文あるじゃないですか、で、例えば英文解釈、和訳この文してみてねって言った時に、確かに長くて複雑な文になってると。ただその時にもう分からんからって言って答え見て全部赤で書くことってめっちゃいるじゃないですか。めちゃいます。やめてください。だってそういう長い文でも、例えば主語動詞に I think ってきたら、私は何々だと思う、これぐらいわかるでしょ、じゃあそこ書けよと、花から全部諦めて何も書かずにどこで詰まってるかも分かってなかったら、結局進歩しないんですよ、だその課題を一個一個見つけていって、それを潰していくっていうのが受験勉強なわけですよ、だからね、分からないことっていうのは悪いことじゃないので恐れないでいいかな。どうやったらそれができるようになるか、分かるようになるかっていうのを一歩一歩着実に進んでいってほしいんですよ。で、そのために先生をしっかり使っていく、これが受験勉強ですよ。恐れないでって言った時なんか歌い出すんかな、恐れないでみたいな、負けないで、負けないでみたいな、歌い出すんかな、そうそう、熱入りすぎ、いいですね。でもほんまもいますよね、分からないことをそのまま置いちゃって表現しづらいんでしょうね、自分こんなことも分からへんのかっていうふうに思われるのは多分嫌やろうし、思わないですよ。質問持ってきてくれない方がもう悲しいですよ。特にこの工学科の講師はですね、どんなちっちゃい質問でも、生徒さんが話しに来てくれること自体が楽しいじゃないですか、面白いじゃないですか、嬉しいじゃないですか、だから思い切ってね、怖いなと思う人もいてるかもしれませんが、一回だけでもその質問を持っていったら多分印象めちゃくちゃ変わると思います、まあ少なくともね、語学科の講師は否定的には捉えず、しっかりと懇切丁寧に一から全部説明していきますから、そのための講師です、何でも持ってください。もちろん塾外生でも大丈夫ですよ、定期テスト前とかでイベントしてますから、その無料で来てねみたいなやつもありますから、全然塾活用してもらっていいんですよ、っていうふうに小赤に慣れ親しんでほしいなと思います、だからもう分からないことを恐れずにね、分からないことを一つ一つ潰していく、これが受験勉強ですよ、これが言えて今日は満足です。よいしょ。